東日本台風から3年となった昨日、福テレ防災アドバイザーの松尾一郎さんが訪れたのは本宮市の安達太良川。3年前は堤防が決壊したり、堤防から水が溢れたりして大きな被害が出たため、被災前より最大1メートル20センチかさ上げするなど対策が取られました。堤防自体はこれ全面被覆、このアスファルトを含めて、この川側と裏乗り含めて、全てコンクリートで被覆してますんで、相当に強化はされている。改めて3年で、かなり強化もされたけど、だけどその今の雨の降り方含めて千年災害ですからね、千年の雨が降る状況でもあるので、それに対する避難とか備えというのは必要だというふうに思います。3年前の東日本台風で住宅など1400棟以上が浸水し、7人が亡くなった本宮市。被災直後に訪れた松尾さんが出会ったのが、深刻な浸水被害を受けた佐々木義和さんでした。避難してるから、波に帰ってた。いや、波のうちの方が心配だったから、こっちも心配だけど、まさかこんななと思わなかったからね。原発事故で浪江町に構えた自動車修理工場の移転を余儀なくされ、2012年6月から本宮市で事業を再開させていました。その中で追い打ちをかけるように、東日本台風では納車を直前に控えていた車両などが浸水。およそ5000万円に上る被害を受けましたが、佐々木さんは前を向き続けました。去年6月には市内の浸水リスクの低い別な場所に新たな工場を構えて再出発。予算外だね。ここに立ち寄って、見積もりだとかなんか徐々に個人のお客さんが徐々に増えてはいます。順調だね。丁寧な作業が徐々に口コミで広がり、現在は新規の客が3割ほど増えるなど軌道に乗っていますが、当初は苦労の連続でした。周りはみんな顔なじみ、知り合いなもんだから、仕事してでもそうは苦しくはなかったけども、ここに来た時は当初は苦しいね。誰も知る身寄りも何にもないんだ、だからあっちでは小学1年生だけど、こっちでは幼稚園1年生の出発だったの。原発事故と台風、2つの災害を相次いで経験し、今改めて思うのは原発事故の厳しさです。いや、原発の事故は大きい、全てゼロにしたんですよね。いや、再開はもういい、諦めだな。あっちにはあんだけど難しい。まず本当に働いてくれる人もいない。原発事故で避難し、3年前の台風でも被災したいわゆる二重被災は、佐々木さんの他にも多数いると見られている。